非常に難しい決断ではありましたが、私のバレーボール選手としての挑戦はここで終わり、現役を引退することにしました。競技を始めてから約25年、紛れもなくバレーボールは私の人生そのものでした。自分の限界がどこにあるのか、それを知りたくて、ただがむしゃらに必死になってここまでやってきました。まあ、すでに皆さんご存知の通り、今回私の力は及ばず、東京オリンピックのメンバーから落選しました。これにより私のオリンピックへの挑戦は終わり、また清水との約束である、現地集合っていうのを叶えることができませんでした。すみません。アスリートである以上、結果が全てであり、常に、評価される立場にあります。当然ながら、手を挙げて、日本代表になれるわけではなく、周りを納得させるだけの、高いパフォーマンスを、示し続けなければいけません。その中で、そこに年齢というものは関係なく、その時々で、評価されたベストなメンバーが選ばれる、本当に、シンプルで、シビアな世界だと思っています。そうした、厳しい世界の中で、一年一年挑戦をし続け、自分が信じるベストな選択をして、ここまでやってきました。